て、こういったあの服装の2枚入ってる服装のガラスとか、このガラスただのガラスじゃなくて金属の膜が表面にくっつけてあります。で、何が違うかっていうと、光がこう入ってくるんですけど反射してるんです。で、太陽の光が100ピクセルとしたら、中に入ってくる光のエネルギーは半分くらいになってます。厚さをあの遮ってるんです。で、半分はこう外に、まあ、半分近くは外にあの反射して、まあ、返してるっていうような風になってて、そういったものがどういった商品の効果になってるかとか、で、どういう風に使ってもらうといいかなっていったことをやっています。で、こういった機器を使って皆さんにこうやってあのこういう風に使っていけばいいんだなとか、そういう風に感じてもらいたいのと、あとこれからですね、今回このいろいろ勉強してると思うんですよ。で、まあ、エネルギーの使い方とかそういったところについてまた関心持ってもらえたらいいんじゃないかなっていうところです。今ほらあの電気代高くなってる、まあ、原油も高くなってる、結構いろんなものが値上がりしてるんですね。だからちょっといろいろ、まあ、エネルギー大事に使わないといけないなっていうふうに思ってるかもしれないから、ちょっとまあそういったところをどうしたらいいかなっていったところを、まあ、考える機会になったらいいかなっていうふうにちょっと思います。それでこれいいところです。で、まあもうやってましたけど、まあ、内回りの分バランスがあるとどっかなんでこうやって開けるところが青くなるんですけど、めっちゃ違うんですよ、ここの温度が表面温度。で、ここなんでこうやってるとこのやっぱり内窓の効果、ガラスの効果ですね。そういったところですね。で、このガラス1枚だったら、外の外気の温度で中に水だとしたら大体昨日10度ぐらいでした。で、この内窓をこうやって閉めると、さっきからあそこでデータローバーっていうので測ってるんですけど、それでやると18度とかガラスのこの表面温度が高くなって、で、室温20度とか30度ぐらいしか違わない。じゃあ結構高いです。で、あと、まあ、あの副車っていう熱の伝わり方があるんですけど、結構ここ冷たいと寄ってくると、この冷気もひんやりした感じするんじゃないですか。それがね、ないんですよ。あの